ょ。うん、違う。それ悪い影響だ。買っちゃうか。いやー、タリさん前から欲しいって言ってたの。金ないんだよな。あ、多分ね、これいらないよ。このキーいらない。キーなしで。で、置いて。あ、うんとね、スタンドはまだいいよ。うん。それで車両一回置いてさ。で、とりあえずハンドルを左に切るの。そうそう。で、どうする？もっと真面目にやりたかったら本当にブレーキかけるけど。ああ、確かに。ブレーキかける。ああ。俺が欲しいやつに。セキュリティじゃない。これは詳しい。これで俺が鍵渡さない限り帰れる。持ってくからいいよ。うちある。何点する？で、とりあえず左に切ってブレーキ買うじゃん。そしたらスタンドこれかけるか。そう引っ掛けて。右は何点する？あの斜めってるからあれなんですよね。そう。本当。こうやってかける。本当はい。まず引っ掛ける、はい、両方。そしたら今度こっち立って。起こして、踏んづけられたらグリップ持って、あ、タリさん、向こう側にいた方がいい。あの、万が一っていうと確かに。で、一応ね、これ左に切っとけば、もし倒れるときも絶対左に倒れてくる。そのために。そうそうそう。で、その状態で、そうそうそう。これで、たぶん、ここに立った方がいい。あ、やめて。そう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 。もうこっちは無視して。この状態で、そう、でもゆっくりゆっくりゆっくり。で、違う。そうそう、ここ上げる。上げる感じで。そうそう、そう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 。よいしょ。結構重いね。センタースタンドかけるの。大丈夫かな？はい。たまにそれでバタンで倒れてくるから。結構ね、よくある話でさ。液性受けに慣れちゃうとこの Y 字受けが、まあ、慣れなのかもしれないけど、あ、怖い、うん、動くもんね。液性受けだとここにボスッと刺して、はい、もうそれで固定だから。そうそうそう、もう単純に下にカッとこう入れてあげるような感じでスッと上がるから。そうだよね、動かないから楽だよね、はい、これってさ、こっからここまでギューって動いちゃうからさ、その分が怖いんだよね、その間がね。こいつをこう上に上げてあげるような感じしないと全然入ってくれなくて。あれ、ベリーを下ろすのが怖いよね。え、下ろすの簡単で、下ろすのが楽だよ。はい、下ろすのが。上げてって言われると嫌だけど、下ろしてって言われたら下ろしたよね。はい、下ろすときはさ、ここにこのタイヤが滑っちゃうからさ、ここに足引っ掛けて、これよーいしょってやる。ただハンドルはまっすぐにしとかないと倒れちゃうから。よくやるのがさ、これをさ、立てるの忘れちゃってそのまま話しちゃってバーンってさ、下に行くんだ。なんかやってる人いたな。そうそうそう。だからこれを意外と結構やる人多いみたい。それをやっちゃう。で、今度フロントはさ、フロントも全然楽勝。フロントなんかもうちょちょいのちょいだ。レーシーよね。まっすぐにするじゃん。ゴムチャップだ。ゴムチャップ。じゃあ水が溜まんの。そうそうそう、水溜まっちゃって錆びる。さ、これこうやってかけないとさ、あれが当たっちゃうんだからね。うん。で、いいよ。いいよ、そのまま。これを。これをまず。これをね、こういう風に入れて。こうやって入れて。でそのまま一応この裏にゴムのゴムじゃないけどラバンと。入れるじゃん。入れました。入れました。あとはそしたらこれまっすぐにして、グイ。あ、持たなくていい。持たない。うん、そのまま。おほっ。おほっ。持った。はい。上手にできました。以上。なんかやりゃまあまあって感じじゃない？これはでも下土じゃダメだね。土じゃ無理。はい、はい、こ
なのでコンパネ敷いてもいいけど、そうそう、谷さん敷いてるよね。自分コンパネ敷いてやってるんで。でも下コンクリですよね。あのこれジャリジャリ、もっとでかい砂利です。砂利って俺詳しいの詳しいなこれ。止まったんでしょ何でも聞いて谷さんちのことなら何でも聞いてや、あ、これハンドルは切れないのか。切れるよ。切れば切れます。切れます。ハンドル持った方が、あの軸に、そうそう、ステムに刺さってるもんね、重みはあるけど、ハンドルは切れる。これとこれ。したら今度外すときなんだけどさ、前から外す、後ろから外す。前からタイヤがまっすぐな状態なのを確認して、よし、やる。ハンドルまっすぐよし。なんだかわからんが、とにかく滑ってよし。そう、それでそこ持ってゆっくりゆー持ち上げていくの。手前に引くような感じ。そうそうそう。ゆっくり。なんで最後今力抜いたん。重た。抵抗できなかった。そしたら今度、あ、それどかしといた方がいいよ、前は。ここでパターンってやると再生数稼げるじゃん。やめてで、ハンドルまっすぐにした状態で、あ、それは立てとかない方がいいよ、うん、で、あのこことここも、さっき止めてここにちょっと足引っ張るとか、タイヤがずっと前に引っ張ってるから、こうやっといて、用意しようってやるとパターンって下に落ちるから、バイクを前に出す。そう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 。せっかくだからあれ、チェーン変える。何言ってチェーン持ってきてねえじゃん。今買ってくるよ、タイヤ。よいしょ。こんな跳ねるの、うん、あ、スタンド以上。どこまで俺がこの動画使うと。あったでしょ。どうしようこの動画。使うのやめようかな。持つだろ、持つ。